うちの夫の還暦祝いのこと、和樹から聞いたでしょ？はい、聞きました。楽しみですね。はあ？何が？え？だからお父さんのお祝いですよ。還暦祝い、料亭の仕出しをお願いして、実家でやるんですよね。みんなで集まれる機会なので楽しみですよね。ちょっと、ふざけてるの？何のことですか？もしかして来るつもりじゃないわよね。え？あなた、まさか自分も家族だとでも思ってるの？私はあなたのこと家族だと認めたことなんて正直一度もないけど。そうですか。お母さんが私のことをよく思っていないのは知っています。でも私は和樹と結婚してもう3年ですし、家族だと思ってますよ。気持ち悪いこと言わないでくれます？気持ち悪いって何ですか？あなたが私たちの家族だなんて笑わせないで。嫁と言ってもうちに来てうちの家事をするわけでもないし、嫁なんて名前だけじゃないの。嫁未満の存在よね。嫁未満って何ですか？初めて聞きましたよ。よくわからないですけど、私は和樹にも声かけられたし、お父さんは私に来るなとは言わないと思いますし、もちろん参加するつもりですよ。何言ってるの？うちの夫だって嫌がるに決まってるでしょ。嫁未満が参加しようとするなんてずうずうしい。はあ、じゃあ和樹に聞いてみますね。私が参加しない方がいいのかどうか。和樹は絶対に参加するように言うと思いますよ。長男の嫁なんですから普通参加しますよね。はあ？和樹に聞くですって？余計なことしないでくれる？私と和樹の仲を裂こうとしたって無理なんですからね。私たちはあんたみたいな他人とは違ってちゃんと家族としてつながってるんだから。他人ではないんですけど、一応私たちも家族のつもりですよ、お互いに。なので今回のお母さんのお話も夫婦間で隠し事はしたくないので、直接ちゃんと伝えたいと思ってます。そんな余計なことしないでくれる？迷惑なだけだから。そういうの、余計なことを和樹に言ったら許さないからね。あんたは嫁未満なんだから言うこと聞いてればいいだけ。嫁ですよ、れっきとした。戸籍上も夫婦ですし。でもこれ以上言い合っても無駄な気がするのでやめましょう。還暦祝いは参加させてもらいますから、お母さんが嫌だとしても私は参加します。なんですって？私の言うことが聞けないっていうの？理由はお母さんの感情だけですよね。え？私は和樹の嫁です。それに私にはお父さんをお祝いしたい気持ちがあるし、家族じゃない嫁未満だという感情論だけで親族の集まりをキャンセルするような人間ではありません。わかりましたか？あんたは本当に偉そうね。最後に忠告しておくけど、あんたは来るな。来たら後悔するわよ。後悔なんてしないと思うんですが。とりあえず和樹には余計なこと言うなよ。余計なこと言ったら地獄に落としてやる。私と和樹の仲を裂く奴は許さないから、嫁未満の分際で。はあ、わかりましたけど。母さんに実家帰る時間連絡した？まだしてないなら今父さんに電話するから、ついでに話しておくけど、何時にする？あー、そのことなんだけどさ、お父さんの還暦祝いって私も参加していいのかな？何言ってるの？親族の集まりに参加しても問題ないかな？ちょっと気になっちゃって。お父さんも息子たちとだけで祝いたいとかそういう感じ？そんなわけないだろう。妹のところの家族も来るし、おじさんおばさんも来るはずだけど。あ、そうなんだ。じゃあ私も行って問題ないよね？問題ないどころか来ない方がおかしいよ。急にどうしたんだ？実家に行きたくない？いや、そういうわけじゃないけど。父さんも母さんも来てくれないと寂しがるよ。お母さんは寂しがらないと思うな。父さん、すごく感謝してるって言ってたよ。エリナのおかげで立て直せてるって。すぐに恩を返せるようにするからって言ってた。そんなのいいよ、いつでも。私は力になりたかっただけだから。とりあえず俺たち家族はみんな感謝してます。俺は申し訳ない気持ちの方が大きくもあるけど。それじゃあ父さんにはその日の仕事終わる時間を連絡しとく。もうすぐ帰るからまた後で。わかったよ、気をつけてね。さっさと帰れ、この嫁未満の犬が。ひどすぎませんか？私だけ家族扱いしないなんてどうしてですか？嫁未満なんだから当然でしょ。でも私だってそこまで意地悪じゃないから、
犬小屋に餌を用意してあげたじゃないの。それがひどすぎるって言ってるんですよ。私は人間です。犬小屋に餌ってバカにしてるんですか？見下すのもいい加減にしてください。うるさいわね。私は何も間違ってないでしょ？犬小屋に餌があるんだからそれを食べろ。私は犬じゃないので食べません。家の外に追い出すなんてあんまりです。もうすぐ夫も気がつくと思いますよ。こんなことやめたらどうですか？嫁未満のあなたは食卓に着く権利すらないわよ。それもわからないのかしら？その嫁未満の基準もわかりませんし、お母さんがどうしてそこまで私を追い出したいのかもわかりません。和樹がそんなに可愛いってことですか？和樹の妹さんご夫婦は普通に歓迎してるじゃないですか。どうして私だけ？和樹を奪うだけ奪っておいて孫も産めないし、うちを手伝いにも来ないクズ嫁は嫁だと思えませんから。犬レベルよ。嫁未満のあなたは家族と同じ食卓にはつけません。犬小屋にあなた専用の餌入れがあるから食べてね。もう帰ります。餌は持ってけ。いい加減にしてください。あなたの相手をするのに疲れ果てました。もう帰るんで大丈夫です。今後は関わらないようにしますけど、私が帰ったら大変なことになると思いますよ。それでも大丈夫ですか？私がうまく説明しておくから心配ありません。あんたはさっさと犬の餌でも持って帰れば。わかりました。後悔しても遅いですからね。それじゃ失礼します。何ですか？何じゃないわよ。あんた和樹に余計なこと言ったでしょ。余計なことですか？言ったじゃないの。和樹に言ったから和樹が夫に言ったのよ。おかげで家は修羅場よ。今すぐ戻ってこい。どこに消えたの？ふざけんのもそのくらいにしとけよ。え？ちょっと目上の人にそんな言い方ないでしょう。もう少し言葉遣いを改めたらどう？無理ですね。ちょっともう我慢の限界超えてるんで。何が言いたいの？あんたが私を追い出したんでしょうが、追い出したくせに本当に帰ったらどこに行ったって。もうその家には行きません。それに和樹に報告したことは余計なことでも何でもない、当然のことです。当然？当然なわけないじゃないの。私があれだけ余計なこと言うなって言ったのに、なんで言うことが聞けないのよ。なんであなたの言うことをそこまで我慢して聞かなきゃいけないの？その方がおかしいと思うんですけど。私が姑で、あんたが嫁だからよ。矛盾してない？私のこと嫁未満の家族でもない他人って言ってたくせに。それはそうだけど。私が帰るとお父さんが大激怒するなんて分かってたことです。だってあなた方は嫁の私の援助でここ最近はなんとか生活できていたんですからね。はあ？何のこと？お父さんにちゃんと聞けば。お父さんの会社が大変な状況になって倒産の危機だった時に、私がこっそりしてた貯金で援助しました。援助？そんなことしてたの？してました。あなたはそんなこと全く気づかなかったのかもね。私のことをディスる内容ばっかり考えてたから。ディスるって何？否定するってことですよ。和樹もお父さんもあなたの前で説明してたし、感謝の言葉も言ってたはずなんですけど、あなたは本当に何も聞いてなかったってことですかね。それはちょっと聞き逃したかも。あんたの話は聞いたこともないし。そうですか。じゃあ自分の責任ですね。今さら言っても仕方ないでしょうけど、もうあなたの大好きな息子も激怒だし、あなただけ置いてみんな家を出て行ったみたいですね。本当だ、いなくなってる。どういうこと？私が LINE に夢中になってる間に。今までの LINE をすべて和樹にも共有しました。え？それを見てショックを受けてましたよ。まさか自分の親が嫁に対して犬小屋で犬の餌を食えなんて言うわけないですもんね。いや、あれはちょっと誤解っていうか、ちょっとした混乱というか。そういうのではないと思うんですけど、言い訳が無理やりすぎて面白いですね。面白いって何よ、失礼な。私は本気で言ってるのよ。あれはそう、冗談だったのよ。だからみんな私を誤解してるの。私は嫁に意地悪なんてしてないから。嫁で、しかも家族を助けていた私に対して、
嫁未満呼ばわりして追い出したんですよ。さすがにやりすぎちゃったんじゃないですか？何よ、私が何したっていうの？あんたが勝手に出ていくから悪いんじゃない。私を悪者にしないでよ。早く戻ってきなさい。戻るわけないだろうが。私たちは別の場所で改めて食事会をすることにしましたから、あなたは一人でそこでわめいててください。わめいててって、みんなで食事会って、私は？この仕出し弁当はどうするのよ。あなたの分以外はちゃんとあるんだけど。そうですか、それは残念ですね。でも私たちはもう食事会を始めるところですから、あなたの分以外はちゃんとありますよ。そんなこと言わないでよ。今どこにいるの？私も参加したい。来ないでください。義理の母親に向かってそんなこと言うなんて、一体自分が何様だと思ってるの？お父さんが言ってるんですよ、来るなって。え？夫が？後のことはお父さんと二人で話してください。今日はめでたいお祝いの日なので、底意地の悪いあなたはもう相手にしてられないってことになりました。ちなみに私はもう完全に縁を切るつもりですから。夫もです。え？和樹まで？私を一人にするつもり？自業自得ですよね。あなたは一人で犬小屋で犬の餌でも食べてれば？その後、結局姑の和子さん抜きで家族で食事会をしたエリナさんたちだったのでした。和子さんはみんなに連絡を無視されて絶望。ついでに帰宅した義父からも離婚宣告されてしまい、さらに絶望だったみたいですね。最愛の息子、和樹さんからも、さすがにありえないと絶縁を言い渡されてしまった和子さん。行き過ぎた行動を取った結果の結末だったみたいです。後悔してみんなに謝罪しようとしているそうですが、もう誰も相手にしてくれないのだとか、孤独すぎる老後を送ることになってしまったようですね。口は災いのもと、気をつけないといけないですね。